どうもこんにちは、ジュウです。今回もスーパーマリオランやっていきたいと思います。さあ今回がパート22ということで、さあ前回の続きからですね。さあ今回もワールドツアーの方を進めていきたいと思います。前回まででワールド1から6、そしてワールドスターの全てのパープルコインをコンプリートしたということで、今回からブラックコインの方をやっていきたいと思います。パープルコインをコンプリートした後に出るさらなるコインですね。ということで頑張っていきたいと思います。待って、どこにあるのかマジでわからないので頑張りますよ。ここはおっと、まず初っ端壁がありましたね。もう初っ端から壁キックさせる気満々だったんですけども、落ち着け、待てよ、どこにあるのか全くわからんって。あったけどもったいな。落ち着け、こう、オッケー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 、これマリオじゃ絶対届かんて。待てよ、あったわー、これジャンプさせるつもりだったんだよこれ。はい、お、またはい、オッケーオッケーオッケー、ナイス、なんとか4枚目もゲット。あと1枚、待って、ここか、違う、待って、あ、違うな、待って、だとしたらさ、これレンガブロックの中では、ほらー、ハテナブロックじゃなくてレンガブロックの中、やば。オッケー、まあとりあえずクリアはできましたけど、やっば、ちょっとまあ1の1だからあれですけど、こっから先が心配になるぞこれ。お、オールコンプリート、オールコンプリートって出るんだ、へえ、それは初めて知ったな。よし、じゃ次ワールド1の2、壁を蹴ってコインの部屋、まあ待てよ、これどっちが正解だ、あ、あった、オッケー、こう来てでジャンプ、いいよ、でよ、ほい、やべ、あ、待てよ、これの真ん中がめちゃくちゃ怪しいと思ってんだけど、ほい、オッケー、ナイス、2枚目、でそっちには何もないと、落ち着け、ほい、あ、やべ、やべ、ジャンプの飛距離が足りてね、落ち着けよ、待って、ここから入ればいけるかなこれ、おい、やっべ、待って、一旦下行ってみよう、あ、でもコインはあった、コインじゃねえ、キノコがあった、あ、そっち通るやつよかったんだ、あ、スターだ、オッケー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 、待って、てか時間ないのでは、オッケー、4枚目、待って、押しつけ、やべえって、これは何なの、まあいいや、とりあえずもう先進もう、時間ないから、あったー、あったけど、待って、ここどうやって進むねん、待って、もうシャボンがないよ、オッケー、ナイス、待って、残り10秒、やばい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 、もう早くゴール目指そうぜ、ここは行け、ナイス、危ねえ、待って、意外と行けそうなところではあったな、この時やばいって、さらにパワーアップしてるよ、よし、オッケーオッケーオッケー、ナイス、はい、ブラックコインコンプリート、よし、次ワールド1の3、キノコと谷のパタパタ、待てよ、待って、そこに出るんか、あ、あった、オッケー、
よかった、まず1枚目。あ、これシャボンだ。あ、あった、2枚目。こう来て、こう、こう、あっ、それ。これ無理だな。やっべ、あ、まずい。あー、やべー、これ一度敵倒したらさ、復活しないんだよ、これ見つけよ、こう、やべって、これこう、あっべ、待って、これでさ、なんとかなるかな、これ。おい、あー、これパタパタのタイミング次第だな、これまずいって、これ。おい、で、こう来て、こう、オッケー、待って、マリオじゃ厳しいかな、これ。おい、いった、おい、オッケー、ナイス、危ねえ、待って、いけるか、これ待てよ、やべえ、あ、やべえ、あ、危なかった、今の。あれ、ちょっと待って、スター出ないじゃん、これ。待って、これシャボに入ったら、これスター出るのできなくなるか。これは初めて知った。待て、落ち着け、待て、マリオじゃ厳しいか、ここ、ちょっと厳しいようだな。やべ、なかなかむずい場所にさ、これブラックコイン配置してるって、これ。いけ、よし、なんとかいけてんじゃない、これ。おい、おい、で、こう、オッケー、いいよ、待って、で、ここは取らずに、こうだ。OK, OK, OK, ナイス。待てよ。待って、あと2枚はどこですか？あ？やべえって、これ。あ、これさあ、敵倒したらさ、これ、あれできなくなるんだよ。最悪だ。待てよ。もうちょっとクリアしようぜ、ここか。ほい、ほい、やべえって、これ。落ち着けよ、落ち着けばいけると思うから。ほい、こう、こう、よし、やべえな、これ。待てよ、こう、こうだ、オッケー、ナイス、そういうことだ。待って、あと1枚は？待て、やべ、待てよ、あ、やべ、待て、どっか見逃してる、どっか見逃してるよ、これ。やべ、あ、出るタイミングミスった、やべ、焦ってるな、焦りすぎ、焦りすぎ。ちょっと待てよ、ここさ、むずすぎない？あ、まずいって、これ。結局さ、パタパタのタイミングゲーなんだよ、これ。ほい、オッケー、最後の一枚どこだ？こう、こうで、こう、オッケー。でもそれ以外はもういけてんだよな、これ。で、ここで上に登ります。 OK、 2枚目、3枚目、落ち着け、こう来て、こう、こう、 OK、 4枚目、ゲットした。待って、このハテナブロックの中とかは、いけ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 、あ、違うな、違います、これ。待てよ、下とか、
あれ下とかにはない。あったわ、それは分かりづらいて。やばい、時間がない。 OK、 よかった、やっとクリアできた。マジでやばすぎだろここ。あー結構苦労したぞここ。よし、ナイス。よし、じゃあ次ワールド1の4。ここお城だからさ、まあいけるんじゃないのかなこれ。おい待て、レンガブロックの上に乗ってこれを取る。オッケー、待て、これ上か下かどっちかこれ。おお、こう、あ待て、これどういうことだ、わからん。うつけ、待て、何が何でも焦らないこと。ここを叩けば OK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 
とここにキノコがあるのは変わってないかな。待って、ここか。オッケー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 、わかってる。オッケー、で、4枚目。おい、やべえって。待って、あった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 、てぇ、よし、あとはゴールするだけだな。こうこう、オッケー、あとはお前と戦うだけか。行くぞ、行け、はい、オッケー。だって強くないもん、このクッパ。だってスマホのやつは。まあ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 、とりあえずクリアはできましたね、これで。いやー、ワールド一の参加大変だったわ、ここ。はい、そして宝箱の中にはコインが入っていたと。まあいけたね、これは。よし、まあそういうもんかな、これって。オッケー、なんとかワールド1クリアしました。よし、じゃあ次回ワールド2行こうかな、ちょっと時間かかったんで。よし、じゃあちょっと時間あるんで、じゃあリミックステップ続きいきますか。今はエリア6にいます。これクリアすればあれですね。待って、裏作業全然進んでねえんだよな、これ。よし、まあ頑張りますか。こう、オッケー。お、初っ端からスターはでかいぞ、これ。あと、これ裏作業量がエグすぎるんだって、これ。オッケー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 、ナイス。これはいいですね。打ち付け。はい、コース3。待って、とっさの判断力が必要だね、これは。オッケー、いけてるんじゃない、これ。はい、次。あ、これ1の2の最後か。だってこの地形さっき引っかけましたもんね。オッケー、いいぞ。さあ次、ヒルシー。待って、これはあれか。オッケー、やべ、危ない。待って、コースがいけるか。オッケー、よし、オッケー。スターでだとか操作性ではしなかったぜ。さあコース6。おー、これはキノピオラリーか。いけ。お、コイン100枚でまたあれだったぞ。よし、お次、コース7。やべ、あー、やべ、あー、1枚逃してしまった。まあ別に逃したからなんだという感じはするけども、うん。さあ次、
OK、とりあえず P スイッチ踏めた。待って、このタイミングでなぜスターになっちまうんだ。はい、 OK、 もうとりあえず2コース。やべ、待って、これ さこのコースが始まるたびにさ、これ一瞬マリオがドアップになるからさ、そこからね最初落ちないかを判断しないといけないんだよこれ。あ、 VS ブンブン、待って、スターの状態に来てしまったけど、あれ、もう一発で倒せないかこれ。はい、 OK、 こんなボコボコにしていいんだろうか、ブンブンを。ブンブンをスターでボコボコにしてしまったけど、いいんだよ、スターで来てしまったんだし。はい、おお、マリオのトピアリー、これいいじゃん、飾っとこうぜ、これは。はい、よし、なんとか飛行船もクリア。あ、これでなんかもらえるぞ、これなんだろう。はい、ノーミスクリア。まあこういう感じかな。はい、中身はドットマリオの島、ドットマリオの島ゲットしたぜ。 OK、 次がエリア7。まあ次のプレゼントは10か。うん、まあこっからね、エリア30もガンガン目指していきたいなという感じです。よし、じゃあ今回この辺で終わっておきましょうということで、じゃあ次回もうまだまだブラックコイン集めやっていきたいと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャン、ツイッター、TikTok のフォローもよろしくお願いします。それではさよなら。